185型は、シーメンスのデジロのイギリス向け車種として、2005年に登場した機動車の形式である。イングランド北部を縦断する、都市間列車を運行するファーストトランスペナインエクスプレスは、輸送力増強のために最高速度時速 160km で、走行可能な高速機動車を発注した。製造はシーメンスが担当し、 2005年から2006年にかけて3両編成51本が製造された。185型はイギリス向けのデジロとしては唯一の機動車となっている。車体は両開きに扉、最高速度は時速 160km である。エンジンはカミンズの QSK19 を各社に一機ずつ搭載し、高出力エンジンの採用により高速性能と加速度の向上が図られた。 しかし燃料消費量が大きいため、燃費向上を目的にシーメンスと共同で2007年にエコモードを実装した。勾配と速度に応じて編成中1機のエンジンを停止することで、当初段階において、従来比7%の燃料削減を達成している。2006年3月より、リバプール、マンチェスターから春、入荷するリーズ方面を結ぶ、各系統で運用を開始し、 従来の158系ほか各社を置き換えた。マンチェスターからスコットランド方面の運用は2014年より一部が350型に置き換わり、185型は他線区の輸送力増強に充てられた。2016年には営業期間満了により後継のトランスペナインエクスプレスへ継承されたほか、4編成がありバレールノースへ2017年12月まで貸し出された。 ありがとうございます。